ピを取ることを忘れさせてください。挑戦受けます。初球から手を出したピッチャーは岡島に変わっているんですが、サードへのフライ、お右、ついにこれでおそらく23と、お疲れ様でしたというのは何でしょうか。いや、本日は本日は本日は大活躍を続けてますさあ、そして岡島です。やっぱり個性的な選手がもっと昔ではもっといた、だんだん洗練されたというかね、基本に忠実なところなんですけど、バッターは6番高橋に代わりまして初島。ポンポン直されちゃうんですよね。そうじゃなかったそうね、久保秀夫さんともう入れないんでしたよね。そんな歴史があります。ボール独特なチームと岡島秀樹、これではキャッチャーみたいです。